横浜を出る喜び。2012年から親会社が DeNA に変わり、今や A クラスの常連、人気球団に変貌した横浜 DeNA ベイスターズ。しかし、かつての TBS 時代の10年間、横浜スタジアムは閑古鳥が鳴き、チームは10年間で8度の再開、4度の90敗以上を記録するなど、どうしようもない暗黒時代だったんです。当時の主力たちはそんな状況に嫌気がさし、FA でどんどんチームを離れていきました。そこで生まれた言葉が、横浜を出る喜び。そこで一つの疑問が生じました。横浜を出る喜びとは一体何なのか。というわけで今回の動画は横浜を出る喜びについて解説していきたいと思います。野球中継を見るような感覚で画面に全集中お願いします。聞け。DeNA が強くなるまでネット上でよく使われていた横浜を出る喜び。この起源は2010年、当時の主力だった内川聖一選手が FA でソフトバンクに移籍することが決定。その後、テレビ番組に出演した際、僕は出ていく喜びを感じられますけどね、と発言したことがきっかけだと言います。その後、内川選手はソフトバンクで日本一を経験。自身も首位打者を獲得。シーズン MVP を受賞し、喜びました。以前から横浜を出ていった選手は活躍すると言われていたところ、内川選手の出ていく喜びを感じられる発言と、その後の活躍によって、横浜を退団した選手の活躍、イコール横浜を出る喜びという一つの用語として定着していったのです。なお、この発言に対して、内川選手は横浜に残していくチームメイトを心配する内容であると弁解しています。さらに加えて、横浜を出る喜びによる伸びしろを考慮した選手評価、横浜を出たら優勝するという2つの意味も含まれるようになりました。そして現に横浜を退団した選手はその後優勝したり好成績を残したりして喜んでいるんです。喜びの体現者たち。今回はこちらの記事をもとに説明させていただきます。2009年から2018年の10年間で横浜を退団した選手は49人、そのうちなんと22人、実に 44% が優勝あるいは日本一を経験し、横浜を出る喜びを体感しているんです。この22人の中でも特筆して横浜を出る喜びを体現した代表的な2人を紹介します。1人目、内川聖一。2000年ドラフト1位で横浜に入団。2004年に17本を放ちプチブレイク。その後は1軍の戦力になるもパッとしない日々が続きましたが、2008年、この年からヤクルトから打撃コーチに就任した杉村茂コーチと打撃改造に着手。春先から打ちまくり、日本人のセ・リーグ記録を更新する打率3割7分8厘をマーク。初のタイトル、首位打者、最多安打、最高出塁率を受賞しました。翌年以降も3割以上をマークし、安定した成績を残した後、2010年オフ、ソフトバンクに移籍。ソフトバンクに移籍後は、リーグ優勝5回、日本一6回を経験。横浜を出る喜びを一番に体感した一人となりました。2017年日本シリーズの相手は、くしくも古巣横浜 DeNA。圧倒的な戦力を誇るソフトバンク相手に2勝3敗と善戦していた DeNA。そして第6戦も DeNA の勝利が目前と迫っていた9回、バッターは内川。山崎康明が投じたツーシームをすくい上げ、同点ホームランを放ち、その後サヨナラで日本一、DeNA の夢を打ち砕きました。2人目、村田修一。2002年自由獲得枠で横浜に入団。1年目からホームラン25本を放ち、レギュラーに定着。4年目の2006年にはチームの4番に定着し、初の30本以上をマーク。2007年には初のタイトル、本塁打王を獲得。翌年も46本を放ち、本塁打王を2年連続で受賞しました。その後2011年オフに FA で巨人に移籍。巨人に移籍してから退団するまでの6年間でリーグ優勝3回、日本一1回、横浜を出る喜びを体現する選手となりました。こうして2人とも横浜から他球団に移籍して優勝を経験。しかし今でも2人は横浜に対して愛着を持っているんです。内川は日本シリーズ後の手記で、横浜を嫌いになったことはない、今でも自宅のショーケースに横浜時代の帽子やユニフォーム、野球用具一式を飾っている、横浜に自分がいた証だから。カナロコの取材では、間違いなく僕が歩んできた道、横浜にいなかったら今の自分はいないと感謝の言葉を重ねました。また2018年の名球会イベントでは横浜時代のユニフォームを着用し、イベント後横浜の OB たちと写真撮影。その時の様子を内川は、皆さんと一緒に写真を撮ってもらいました。
横浜に愛情はあるからやっぱり嬉しかったと語りました。そして村田も横浜への愛情を口に勝利、巨人入団会見では新たに横浜 DeNA として生まれ変わった古巣に対して強くなってほしい、一個人としてベイサーズを応援していると語り、引退セレモニーでもチームを強くすることができませんでした、横浜ファンの皆様本当に申し訳ありませんでしたと謝罪しました。というわけで今回は以上となります。内川は今季限りでソフトバンクを退団します。プロ野球ファンの僕にとっては再び横浜に復帰して横浜に帰る喜び、そして横浜で優勝する喜びが実現するとロマンがあるなと思いました。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。